皆さんおはようございます。おはようございます。2020年8月2日主の第一礼拝を始めさせていただきます。総額のうちに心静めて主を待ち望みたいと思います。9番と賛美していきたいと思います。許される方はお立ちください。Oh.
お祈りさせていただきます。あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ。主が成し遂げてくださる。主はあなたの義を光のように、あなたの裁きを真昼のように輝かされる。主の前に静まり、耐え忍んで主を待て。己の道の栄える者に対して、悪意を遂げようとする人に対して腹を立てるな。怒ることをやめ、憤りを捨てよ。腹を立てるな、それはただ悪への道だ。悪を行う者は断ち切られる。しかし主を待ち望む者は、彼らは地を受け継ごう。念に深い天の父なる神様、あなたの皆をあがめます。十字架にかかり、墓に葬られ、三日目によみがえったイエス様、あなたは今日も生きておられます。どうぞ今日も最初から最後までこの場所に臨在してくださり、私たち一人一人に触れ、そして聖霊様を送ってくださるようにお願いいたします。私たちは試練と困難の中にありますけれども、あなたの御言葉を聞き、その御言葉によって力づけられ、その勝利者となるように導いてください。また忍耐強く、その戦いに忍耐強く戦っていけますように力を与えてください。そして、感謝してあなたに全てを委ね、感謝していけるように、本当に私を強めて、信仰を強めてくださるようにお願いいたします。一つ一つ罪を悔い改め、日々聖霊によって聖霊様に従っていけるように歩んでいきたいと思いますので、どうぞ導いてください。また今日行われております花巻の礼拝、フィリピン、オーストラリア、東京ミレミアムチャーチの礼拝をもどうぞあなたが祝してください。またそこで奉仕されている方々もどうぞあなたが立て上げ、あなたの御言葉をどうぞ今日語ってくださるようにお願いいたします。またインターネット礼拝を通じてこの礼拝を多くの方が聞いておられると思いますけれども、どうぞ本当にあなたの救いの御業をどうぞ成し遂げてくださるようにお願いいたします。神様の深く広い愛を本当に多くの方が知ることができますように助けてください。愛するイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは歌手87番、賛美歌251番と賛美していきたいと思います。Yeah.
ください。本日の聖書箇所を朗読させていただきます。ヨハネの黙示録11章14節から19節になります。ヨハネの黙示録11章14節。第二の災いは過ぎ去った。見よ、第三の災いがすぐに来る。第七の御使いがラッパを吹き鳴らした。すると天に大きな声が起こっていった。この世の国は私たちの主およびそのキリストのものとなった。主は永遠に支配される。それから神の御前で自分たちの座についている24人の長老たちも地にひれ伏し神を礼拝していった。万物の支配者、常にいまし、昔います神である主、あなたがその偉大な力を働かせて王となられたことを感謝します。諸国の民は怒りました。しかしあなたの御怒りの日が来ました。死者の裁かれる時、あなたのしもべである預言者たち、生徒たち、また小さいものも大きいものもすべてあなたの皆を恐れかしこむ者たちに報いの与えられる時、地を滅ぼす者どもの滅ぼされる時です。それから天にある神の神殿が開かれた。神殿の中に契約の箱が見えた。また稲妻、声、雷鳴、地震が起こり大きな雹が降った。後ほどこの箇所から第七のラッパ、この世の国はキリストのものにと題してベニヤミン中野牧師よりメッセージをいただきます。この前に特別賛美の奉仕をお願いいたします。今日は教会では使ってない聖歌ですね。よく使われている聖歌の方の154番御栄あれやという十字架の柔軟とかいう十字架につくまでの曲みたいですけど、荘厳で明るい大きな歌詞から387番。
387番。皆を褒めたたえます。これを歌いましょう。ファベルのサリーさん。いついかなる時も神を褒めたたえ、また感謝を持って生きる、この信仰の歩みをなしていきなさいと称されます。信仰によってあなた方一人みとりはこの世にあって勝利者、真の勝利者となっていることを覚えなさいと称されます。私があなた方の教会に与えているこの大いなる大いなる約束の言葉、週末における大いなるリバイバルの働き、圧倒的な祝福のこの働き、この約束の言葉を握り、また信じ、またこれを高く掲げ、信仰を持って進んでいきなさいと称されます。忍耐の限り、また謙遜の限りを尽くして進んでいかなくてはならないと称されます。私は癒しということに関しても、この大きなこの計画を持っていることを覚えなさいと主はおっしゃられます。またあなた方 の, この考えのそれは通りではないことをないが、あなた方 の, の考えをはるか高く及ぶ私の計画であることを覚えなさいと主はおっしゃられます。私に従うものに、私はありとあらゆる祝福、またあなた方の想像できないような私の働き技をこの見せて、あなた方を通してまたその技を見せていくことを示されます。ハレルヤ。それで今のもう一度387番、皆を褒めたたえます。パベル・サリーさん、チェコの器たちです。イエスの皆を褒めたたえます。
ます。天のお父様ありがとうございます。2020年の歩み、上半期の歩みを感謝します。また下半期7月の1ヶ月間の家に感謝をいたします。この礼拝を心からありがとうございます。聖霊様ありがとう、感謝をいたします。豊かにこの場所に臨在し、どうぞこの礼拝をあなたがどうぞ可能し喜び、あなたの栄光、イエス様の栄光、父なる神様の栄光を豊かに表してくださいますようお願いいたします。遅れています方、またどうぞ遠隔にいます方、インターネットによってこれに参加しています方、お一人々の上にもあなたの祝福が豊かに及びますように。全世界的に広がっておりますこの新型コロナウイルス、これらの働き、また諸々の悪しき霊の働きからお一人一人を清め性別し祝してくださいますようお願いします。待ち望んでイエス様の皆によって感謝してお祈りします。アーメン。はい、今日は8月ですね、第1ということになりますので聖餐式でございます。はい、聖餐式はイエス様の十字架の死を述べ伝える霊典儀式でございます。教会では洗礼式、イエス様死んだ方の洗礼式、そして聖餐式、清い食べ物、イエス様の流された血潮、裂かれた身体、これを表しております。パン、またこのブドウ酒、ブドウ液、これに預からせていただくことになっております。イエス様を信じている方はこれに預かっていただきたいと思います。一緒に感謝、また悔い改めをさせていただきたいと思います。ご一緒にお祈りください。ハレルヤ。これは私の体です。それではこの洗礼からいただきます。みんなこの杯から飲みなさい。これは私の契約の血です。罪を許すために多くの人のため流されるものです。はい、感謝していただきます。
生産式をそこまでにさせていただきます。